はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日もですね、Web3 の分野でご活躍されている方をお招きして、いろいろとお話をお伺いしていくという、まあ、インタビュー企画、またやっていきたいと思います。今日はですね、皆さんもご存知の方も多いと思うんですが、まあ、j さんというですね、今、ジャンナビというマージャン関係の Web3 のゲームというか、そういったものをですね、今開発されている方をお招きしてお話をお伺いしていきたいと思います。で、マージャンと聞くと、少し、なんでっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、今ですね、このマージャンというかゲームっていうところに関しては、 e スポーツというところと非常に関連性が高かったりとか、この e スポーツというところが今、オリンピックなんかともですね、ちょっと関わっていろいろやっていくっていう流れも出てきていて、我々がおそらく理解している、知っているところよりも非常に発展性が今、この Web3 の分野であるということもあるので、ちょっと今日はそのあたりもいろいろとお伺いをしていきたいと思います。ジンさん、本当にお忙しいところ、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ジンと申します。ジャンナビというですね、オンラインマージャンゲームの ウェブ3、それから、マ、えージャンスポーツを含めた、ジャンナビのグローバル展開をサポートさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、早速なんですけれども、このジャンナビっていうゲーム、ちょっと今、軽くご説明いただきましたけれども、どんな、ま、ゲームなのかっていうのをもう少し教えていただけますか。はい、ジャンナビはですね、えー、登録会員が570万人を超えるオンラインマージャンゲームですと。うん 570万人ってちょっとなんか、なかなかウェブシリーではないと思うんですけれども。で、しかも2004年からですね。だから今年で19年目。それこそもうガラケーの時代からやってるゲームで、今もなお毎日万を超えるユーザー様に遊んでいただいているゲームですと。本当に19年継続してるゲームって、 ほぼほぼなくてなく、なんか本当にまあ、ジャンナビっていうのは、いろんな、ね、多くのユーザー様に愛され続けているタイトルですと。で、ジャンナビの特徴としましてはですね、まず、あのー、マルチプラットフォームですと。で、スマホはもちろんですね、PC、スイッチ、それから Amazon、Fire TV とかですね、うんうん、もう好きなときに、さまざまなプラットフォームですぐマージャンできるという特徴がありますと。あと、えー、マージャン協会と契約がありましてですね、 で、マージャン内でジャンプロと対局できますと。で、マ、えージャンの段位を認定できますと。で、最近ですね、実装されました e スポーツモード。要するに、マージャンをして賞金を獲得できるというものを実装したゲームになっています。 ありがとうございます。まあ、このマージャンという分野で Web3 っていうところがまだあまり聞いたこともないんですけれども、まあ、なぜまあこういった、しかも老舗のゲームが新たに Web3 の領域に進出というか、要素を取り入れようとしてるんですかね。はい、そうですね。あの、私もまあ、しばらく本当に Web3 でいて、いろんなプロジェクトをね、サポートさせていただいたんですけれども、まあ、ほぼほぼまあ、これから作りますとかですね、まあ、ベータできましたけど、トークンで調達して、じゃあ作り出しますみたいな、これからのプロジェクトって,ってほとんど、 だったと思うんですね。でも、ジャンナビって今ちょっとお話ししたみたいに、もうしっかりとした運営基盤がありますと。収益基盤もありますと。じゃあ、なんで Web3 やりますかっていうことで言うと、じゃあ要するに開発費を欲しいっていうことでは全然なくて、ジャンナビは特にですね、今回実装した、その JN トークン、トークンなんですけども、使ってですね、マージャン自体のグローバル化、それからマージャン e スポーツですね。うん、これはちょっと新しい言葉ですけれども、そして、 e スポーツのトーナメント自体ですね、非中央集権化していく、新しい形を作ろうというのをですね目的にして、今回、JN トークンというトークンを実装させていただきました。ありがとうございます。で、その JN トークン導入することによって、はいまあ、e スポーツ化っていうところを非中央集権化していくということなんですけども、はい、具体的になんかそれどういうようなことなんですかね。はい、そうですねまず JN トークン で、何をするかっていうところにおいて、その、マジャンの e スポーツ化みたいなところをちょっとお話しさせていただければなと思います。でジョーさんも今最初に言った通りの、e スポーツめっちゃ伸びてますと、ゲーム人口って30億人以上ね。だからもう地球上にいるもう半分数絶対ゲームやってますと。で、その中でもやっぱり一番ね、プレイされてるゲームなんですかリーグオブレジネット1億人ですよ。フォートナイト2、3億人ですよ。みたいな2.5五かなえっ、ー、と、マージャンってですね、プレイ人口。 6億人います。だからもう、あの、なんだったらフォートネイドの倍、プレイしてるわけですよ。もうね、僕、ずっと香港に住んでたので、うん、結婚式の前とかみんなもうこう、ね、麻雀 <laughs> やって、ね、時間潰してっていう、すごいプレイ人口がいるゲームですと。ヤや、フォートネードの倍ありますと。実際、ね、その e スポーツ自体も今ね、オリンピックの競技になりますっていうプラス、実は麻雀自体も、オリンピック種目に実は検討科目入ってるんですよね。はい。 なので、いや、ここで、マージャンってここでグローバル化していきますよっていうところで、実は日本でも今、M リーグとかね、あの、アベマでやってるやつとか、あの、ポンの道アニメとかね、あ今、メルジャン女子みたいな感じで、いや、ダンスも増えてるんですよね。だから、マージャンって実は、うん、一時こうだったり下がってたんですけど、まあ、コロナとかいろいろあった中で、実は増えていますと。で、マージャンと e スポーツの掛け合わせって、いや、めちゃくちゃすごいんですよ、だからね。 すごいことなんだ。だその、マージャン e スポーツっていうものを実現するたびに、スポンサーになれるためのトークンっていうのが JN トークンっていうトークンなんですよね。うんうん、だから我々本当に、うん、いやいや、これ儲けて開発し、ではなくて、このジャンナビの JN トークンを通して、いや、マージャン事故もっと増えますよと。グローバルに行きますよと。で、e スポーツ自体、今度、この JN トークンっていうのは、うん、スポンサートークン、要するに、いろんなところでスポン、あの、 トーナメント簡単に開けるっていうトークになるので、いや、マージャン以外ですよね。いろんなゲームに今後対応していくというようなビジョンを持った形なんですよね。うーん、なるほど。じゃあまあ今後はその e スポーツっていうところの、はい、まあ展開のトークンみたいな形で使われていくっていうことですかね。そのマージャンだけではなくて、はい。そうですね。はい。e スポーツの、はい、普及を目指すトークンになっています。うん、まずは実績のあるジャンナビから始めますっていうところはすごく大きな アドバンテージだと思うんですけれども、はい、ありがとうございますで,今 Web 2でも既にかなりのユーザーがいる,、はい、いるということなんですけれども、まあ、その人たちからの反応とかって、どういうような感じなんですか、はい、<今>そうですね、今、この間の3月26日にも、はい、実は、マージャン大会ですね、えー、させていただきまして、うん、かなり盛り上がりました。 はい。もうコミュニティ内でもう、ああ、だ、こうだ。で、えっと、このトークンのいいところで言うと、その投げ銭が、まあ今後実装されるんですけれども、観戦、うん、しても面白いんですよね。はい。なので、特に、まあこのね、えっと、マジャン大会を通して、めちゃくちゃコミュニティも盛り上がりましたし、今、あのホワイトあのリストキャンペーンと、はい、エアドロップキャンペーンをやっているので、そこにもですね、めちゃくちゃたくさんの人にですね、ご参加いただきましてですね、非常に今、SNS も盛り上がっている状況でございます。 なんかそのゲームで Web3 要素、トークン入れるみたいな感じだと、結構なんか反発があったゲームとかもあったと思うんですけど、はい、なんかそういうのは全然ないみたいなイメージですか、はい、全くないですよね。その、今日後のね、その麻雀ゲームとかでトークン使ってますっていうところがあったりですね、それってゲームトークンなんですけど、今回のね、我々の JN トークンっていうのが、スポンサートークンなんですね。で、スポンサートークンのまあメリットっていうか、ユーティリティ、 いくつかありますと。で、まずはね、開かれる e スポーツの賞金支払いですよね。はい。で、プラスゲーム内の投げ制。もちろんそのジャンナビダオですね。今度ね、どういうトーナメントしようかみたいな話っていうのがダオに参加できますと。で、オンラインオフラインとイベント開催できますと。プラス一番大きな部分で言うと、ステーキングですよね。要するに、すでにある 収益のしっかりしている部分から売上配分をもらえますっていうステーキング機能をつけているというところ。うん、ここが一番大きなところです。やっぱりここが今、その Web3 のこの今後のトレンドというか流れかなと思ってます。例えばあのバイビットの APEX、プロトコルの APEX とかも、うんまあ、しっかりエクスチェンジとしての収益がありますと。で、そこで エフェクスで収益配分しますって言った瞬間に、こうトークンバーンとこう爆上がりして、10倍になったりとか、うんね、あと、ね、テレグラムとか、ね、TON とか出したりしてますけど、やっぱり何かしらちゃんとした収益モデルがあって、スプラストークンを出すという話、要するにそういう形の収益配分のモデルっていうのは、すごく新しいし、やってる人にとっては何の損もない。 モデルなので、まあこ、こ非常に受け入れられていた、い,のいますし。で、我々これで本当にね、マ、えージャン自体の普及であるとか、e スポーツ自体の新しい形。今までもね、e スポーツって、例えば e スポーツ大会、こうね、大きななんか武道館借りて、電通にお金払って広告費払ってみたいな。<laughs> そういうのが e スポーツだと思うんです。そうじゃなくて、本当に世界中にいる人が気軽にジャンナビでね、トーナメント開きますよと。でもちゃんとスポンサーついてますよと。 広告会社に払うとかそういうことじゃなくて、実はオーグジョホルダーは実はジャンルの中で広告を持てるっていう実はユーティリティも我々付与しようと思っていまして、はい。非常にですね、ウィンウィンですね。そのブ e b 3側からもウェブ2側からも、はい、メリットのあるような、はい、エコシステムができているというのが、まあ、我々の JN トークンの、はい、特徴かなと思っています。なるほど。じゃあ、マージャンやられている方に対して広告打ちたい人が、はい えー、トークン買って、で、その大会開いたり、スポンサーになったりとかする一方で、ユーザーに関しては何かそのトークン買わないとプレイに参加できないとか、そういうことではないってことですね。あ、ないですね。で、実は、あの、我々、元素騎士と提携してまして、元素騎士の MV トークンがもうすでに、うん、あの、ユーティリティトークンとして実装されてるんですよね。うん、で、MV で、 例えば、大認定とか、対局チケットとかですね。プロと体験する、ね、対局するチケットとか売ってるんですけれども、あと、まあ、ね、えっ、ー、と、ガチャとかもあるんですけれども、それは実はね、あの、買えるんです。はい。安く買えます。はい。25%割引で買えるんですけれども、はい。<ー>非常に大きな割引で買えるんですけれども、まあ、それはそれですと。で、ジャンナビトークはそれとは違う、その、スポンサー側、麻雀 e スポーツに特化したトークン。 ですとしかもちゃんとね、収益配分があるトークンですよっていうところですね、うん、こういう形で、はい、うまくトークノミクスを、はい、作られているのかなというふうに思いますありがとうございます。で、先日3月26でしたっけ、あの大会、先ほどあった、はい、ということなんですけれども、なんかその、今のそもそもの開発状況だったりとか、どういうような今、はい、今あの全体的なその感じになってるんですかそうですね、まず、ダンナビ自体に NFT のシステムっていうのは実装されていますと。 ジャンナビチケットっていうのがあるんですけども、はい、それインポートエクスポートができるようになっていますと。あと、うん、e スポーツモードで獲得したゲーム内通貨をジャンナビチケット NFT に交換して NFT マーケットで出せますというところっていうのも実装されています。うん、プラスですね、あの、賞金がもらえる e スポーツモード。これも実装しました。要するにスポンサーから賞金を獲得して Amazon ギフト券に交換できますと、うん、はいう形なので、皆さん非常に喜んでは参加いただいて、 います。それから先ほどちょっとお話しした、はい、元素基進の、えー、使われている MV トークンですね、えー、を対応していますと。えー、MV をジャンナビ内にインポートして、ゲーム内追加に、えー、交換して対局できます。はい、ゲーム内の機能を使うことができますと。はい。で、あと、その元素の流れで言うと、元素内ですね、に実はですね、あの、マージャン宅が今あるんですよ。で、そこに行ったら、<laughs> はい、実はそのマージャンの 3D モデルからジャンナビにアクセスして、e スポーツ、 はい。マージャンにスポーツができますっていう、ちょっとメタバースの連携っていうのも、実はさせていただいております。あと、そのグローバル化っていうところで言うと、うん、はい。え、タジージ対応ですね。まず我々のユーザー非常に中国の方多いですので、はい。え、タジージ対応っていうのはまずさせていただいております。今後ですね、うん、はい。タージ以外のローカライズ対応。例えば、英語、対応英語のマージャンパイって、えー、あの、ジョーさんご覧になることありますいや、そもそもあるんですかそういうのが。 あの、マージャンの横のところにこうね、数字を書いてあるんです五5とか。う <laughs> <laughs> そうそうそうな。そういう、まあね、やっぱり、あの、マージャンって言っても、やっぱりそのね、一応基本的にはグローバルで、まあ、いくつかね、ルールはあるんですけれども、グローバルなスポーツです。ただまあもちろんその、世界中の方が遊んでいただきたいようなローカライズっていうのも必要ですので、はい、そこの今開発っていうのを一生懸命させていただいているところでございます。うーん 面白いいでですすすねまませんでしたありがとうございますちなみに、今 Web2 でいろいろともうすでにプレイされている方については、なんかそのウォレットの管理とかって全然問題なくて生きているんですか,なんかどういうような仕組みになってるんですかあそうですね。まあ、通常の、まあ、我々、ジェントークンはあのポリゴンですので、はい、普通にメタマスと、はい、パーソナルウォレットから、えー、連携いただくっていう形であのお勧めさせていただいております。うんでそれはもうアプリで スマホでもででもきていうことだ、ねねはい、からそれって支払いとかはスマホだったりスマホっていうかクレカとかでも対応してるんですかあえっとですね、基本的にそのゲームチケットを買ったりっていうゲーム内トークの部分は従来の Web2 の部分で購入は可能です。うん、逆にその、ね、MV トークのとこにはい。であるとそれをゲーム内チケットに交換すると非常に有利な、はいえっと、ディスカウントがありますよっていう。 形になっています。なので、まあウェブ2の方は今まで通り、ウェブ3の方はよりお得に楽しみますよという感じになっています。なる,なるほど、ありがとうございます。また今のあの開発もされてるっていうことなんですけども、なんか他にロードマップとしてまあ大きなものが何かマイルストーンとしてあったりするんですか。そうですね。まずえっ、ー、と、ね、英語対応であるとか、要するにその中のテキストであるとか。 ボイスであるとかですね。もうパイ自体のデザインのグローバル対応っていうのはまず進めています。うん、で、プラス、えっと、プロモーション今やってまして、芸能人とか著名人を利用したプロモーション展開やってます。今もうすでにあの、うん、アンバサダーとして、福祉上位の七歳愛さん入っていただいておりまして、うん、プロモーションとかもさせていただいてます。あと、今後ですね、ちょっと中身は言えないんですけれども、IP コラボやりますと。うん、はい。ゲームコラボみたいな IP と今、コラボをすると。 いう形で動いていてますじゃあ、もっと露出がどん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 ん増えてくるってことですね。はい、そうですね。はい、これはまあ日本だけではなく、今後、グローバルでもやっていきたいと思っています。今、アキネットワークさんであのちょうど、えー、とエアドロップキャンペーンさせていただいております。要するにまあ今後、ですね、はい、グローバルへのアプローチっていうのをどんどん、はい、進めていこうかと思っています。ちななみみにそのののキャンンペーンの詳細みたいなのって、はい 教えてもらったりできますか公式 X の方に詳しく書いておりますので、そちらはちょっと後で共有させていただきます。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、これ見てくださってる方、今画面に映しているのと、はい、あとは概要欄の方にその、そうですね。えー、該当のツイートも貼っておくので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ありがとうございます。1万トークンですかね。1万 JN トークンの、あの、エアドロップキャンペーンですと、1人100ドル分ぐらいもらえるので、結構まあ、太っ腹な、はい、キャンペーンかなと思います。うん あと、他、何か ?7 月26日に、まあ1回目のジェント君発表記念の麻ジャン大会をやりましたと。で、第2回を4月10日に予定します。で、これまだ発表しないというか、これから発表しようというところなので、<laughs> 先ほどちょっとちゃんと国にとってここで言っていいっていう,うに聞きましたので、なので4月10日に麻ジャン大会を、はい、予定しておりますというところっていうのが、まあ今後直近で言うと、はい。 いいキャンンペーンですねでそれに関しては、出演する方っていうのは各ギルドと連携したマージャン大会なので決まっているんですけれども、うん、見ていただいてですね、要するに見るじゃんみたいな感じですよね、感染者としていただいて、で処理予想ですね、はい、していただけると、うんはい、こちらもですね、ジェルトークンが、えー、獲得できるというですね、<あ>はい、そうなんですね。それは誰が勝つとかにかけるってことですか、はい そうです。はい。誰が勝つかを予想していただくプロモーションになっています。へえー。それで当たった人は、はい、まあなんか、分配が受けられるみたいな、そんな感じなんですかね。そうですね。はい。それはもうなんかその e スポーツってことですかね、それじゃ。そうです。e スポーツなんですね。我々、その、そこでよく言われるんですけれども、それって賭博じゃないのみたいな話とかあるんですけれども、要するにね、対局っていうのは対局料ってもちろんあるんですけれども、それは対局料ですと。 e スポーツで出てくる賞金であるとか、そういうものっていうのは、完全に切り離れたスポンサーから来ているので、それはいわゆる e スポーツで行われている尊厳と一緒ですよというところなので、まあ、各国の法令に非常に注意しながらですね、取り組んでおります。うーんなるほど、分かりました、ありがとうございます。はい、あとは、将来的にまだ時期は言えなかったり、決まってなかったりすると思うんですけど、さっきの JN トークンは、まあ、取引所に上場するような予定なんですよね。 はい、そうです。はい、ホワイトペーパーにもその辺はかせていただいております。今、準備をさせていただいているところです。ありがとうございます。はい、ってことで、えっ、ー、と、本日はお忙しいところ、えー、誠にありがとうございました。で、最後に、もしよろしければ、えー、見てくださっている方々に対して何か一言、メッセージいただけると嬉しいです。はい、そうですね。あの、ジャンナビ病投資ですね。はい、我々、e スポーツ、それからマージャンのグローバル化っていうのに、 どんどん取り組んでいただきたいと思います。非常に何て言うんでしょう。芯がしっかりしたプロジェクトだと思いますので、ぜひですね、今後ともですね、サポートいただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ということで、えっ、ー、と、本日はですね、ジャンナビカルジンさん来ていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。失礼いたします。ありがとうございました。